タケルと別れなさい。子供は産めない無能女。お母さん、昨日も同じことを聞きましたよ。毎日言いたくなる私の気持ちわかる？暇人ってことですか？違うわ。いつになったら息子にそっくりな孫の顔を見せてくれるんだって怒ってるの。今不妊治療をしているところですので、もう少ししたらきっといい報告ができると思います。そんなの待ってられない。周りは孫ができたって自慢してくるのに。子供はお母さんのために作るわけではないですが。これならタケルには他の女と結婚させた方が良かったわね。タケルさんは一緒に治療を頑張ろうって言ってくれて協力的です。この前私の家に来てあなたのことを愚痴ってたわよ。そんな、まさか。体の弱い武装女と結婚して不幸だ。外れくじ引いたってね。ありえません。毎日今日も愛してるよベイビーって囁いてくれるんですから。何それ、私には言われたことないわ。羨ましい。今のは冗談です。さすがに鳥肌と笑いがこみ上げます。愛しのタケルからだったら喜びのあまりそのままGo to bedでしょうが。本当にタケルさんのことが大好きですね。当たり前でしょ、私にはもうあの子しかいないんだから。早くに旦那さんを亡くしたから大事にする気持ちはわかりますが、 Go to bedはやりすぎです。そんなことない、タケルも喜んでくれるはず。28歳で一緒に寝たいなんて言ったらドン引きです。生意気だし、本当にあんたは気に食わないわ。タケルさんを奪ったとかまだ思っているんですか？あんたにはわからないでしょうね。大事な一人息子、ブスで古臭い名前の女にさらわれた気持ちが。名前は関係ないと思います。タケルは頭も良くていい会社に勤めてる。ハリウッド俳優並みのイケメンなのに女の見る目がないなんてかわいそう。結構親バカですよね。私は本当のことを言っただけよ。タケルさんの顔をそんな風に思ってるのはお母さんぐらいですよ。よくてサザエさんの弟並みです。タケルの顔がカツオだって言いたいの？似てるねってよく言われてますよ。みんなの目は腐ってるわ、かわいそうに。お母さんの方がフィルターがかかってるんじゃないですか？顔以外でどこがいいっていうの？自分に自信のあるところはかっこいいと思っています。あの子は何でもそつなくこなすからね。勉強もスポーツも完璧です。仕事も、もしかして金目当て？今のでなんでそう考えるんですか？こんな女とはやっぱり離婚させるべきね。いい女を私が見繕わないと。きっと迷惑だって思われますよ。そんなことない、あの子のためにすることなんだから全部喜んでくれるわ。そんなに私じゃダメですか？不妊女は断固拒否。治療もうまくいってないんでしょ？まだ結婚して1年しか経っていませんし、そんなに焦る必要はないかと。タケルも同じ気持ちよ。文句を言ってたのは本当のことなんだから。もうあんたは飽きられてるの。最近仕事で忙しいからきっと疲れているだけです。現実を見なさい。今すぐ離婚することをお勧めするわ。その予定は一生ありません。私たち夫婦の仲は良好です。強情ね。もういっそのことくたばってくれた方がいいのに。なんてこと言うんですか？あんたがこの世からいなくなったらタケルも何も気にせず再婚できるの。夫はそんなこと望んでません。うん、その方が絶対。今すぐ別の女を見繕いに行かなくちゃ。聞いてますか？子供がなかなかできないからって離婚させようなんて、お母さんの突拍子のない発言には度肝を抜かれてしまう。私はひろこ、30歳の兼業主婦。結婚してすぐに子供はまだかと疑問にせかされて1年が経ちます。夫のタケルは私が産みにくい体ということを理解してくれ、不妊治療にも協力的です。ただ義母は待つのが嫌いらしく、毎日のように怒りの LINE をよこしてきます。そのため私もストレスが溜まってきてしまいました。また義母には夫婦仲はいいと言いましたが、タケルも治療がなかなかうまくいかないからと最近冷たい態度を取ることも事実です。でももう少しの辛抱だと考えて我慢をするつもりでいました。しかしこの2ヶ月後に思っても見なかったことを友人から聞かされることになるとは。2ヶ月後、ひろこって離婚したんだっけ？そんな予定すらないよ。だよね。どうしたの？落ち着いて聞いてほしいの。うちの結婚式場で旦那さんが式挙げてる。何の冗談？
嘘じゃないの。既婚者が他の誰かと結婚なんてできるわけないじゃない。じゃあ私が見た人は誰？結婚式のスタッフしてたら同姓同名のそっくりさんを見つけちゃうんだね。タケルさんのお母さんもいるんだけど。本当に？うん。しかも新婦には5歳ぐらいの子供もいるみたい。1週間ほど出張で家にいないけど、千夏の言ってることが信じられない。これで信用してくれる？さっき写真撮ってほしいって言われたの。タケルちゃん、この女誰？綾乃って人だけど知らない？まったく、タケルが浮気してることも全然気づかなかった。でも離婚はしてないんだよね。どういうことなの？私が聞きたいよ。今日来るゲストとかって友人もいるの？親戚だけみたい。私に知られないように身内だけってことなのかな。ひろことは離婚する気ないってこと？何を考えてるのか全くわからない。うわっ、ひろこどうしたの？缶コーヒーが変な味したから入ってきた。大丈夫？腐ってたの？タケルがすごく美味しいって評判の新発売買ってきたから、この1週間で飲んどけって言われて、今日の朝大量に渡されたものなんだ。それ大丈夫なの？どういうこと？変なもの入れられたりしてるんじゃないかと思ったんだけど、未開封だったよ。缶に何か穴とか開いてない？缶の蓋に針ぐらいの大きさなら。やっぱり体に異常はない？大丈夫、すぐ全部吐き出したから。よかった。残り11本あるんだけど、それにも同じ穴があるんだけど。こわ、絶対不良品じゃないでしょ。考えたくないけど、私を殺そうとしたってことだよね。コーヒー以外にも何か危ないものとかあった？今のところは何も。でもなんだかこれではっきりしたよ。どういうこと？2ヶ月ぐらい前にお母さんにくたばれって言われたの。その少し後ぐらいから毎日来てた LINE が来なくなった。つまりひろこのことをどうにかする算段をつけたってこと？多分いい女を見つくろうとか言ってたし、その綾乃さんって人をタケルに紹介したんじゃないかな。許せない。なんでそんなことを？妊娠したって報告をしなかったからよ。タケルも私より子供が産める女の方がいいって思ったんじゃないかな。最低親子ね。今すぐ2人を問い詰めてやりたい。私を殺して幸せになろうなんて許せない。30分後に式が始まって、11時頃に近くのレストランで会食みたいよ。乱入しちゃいましょう。わかった、すぐに行くわ。1時間後、控え室に立てこもってんじゃないわよ。扉を何度も叩くな。あんたたちが出てきたら死ない。なんでお前がここにいるんだ。あんたは家にいるはずでしょ。せっかくの結婚式に乱入してくるなんて全部台無しじゃない。友達がここのスタッフですぐに教えてくれたんです。嘘だろ。なんでこの式場にしたのよ。綾乃がここがいいって言ったんだ。知らなかったし、俺のせいじゃない。そもそもあんた既婚者でしょ。葬式してること自体おかしいわ。事実婚にするつもりだったんだ。それに母さんがしろって言ってきたんだよ。タケルはお母さんの言うことだったら何でも聞くわけ？仕方ないだろ、お前が全然妊娠しないんだから。不妊治療一緒に頑張ろうって言ってくれたのに。嘘つき飲み草男。なかなか膨らまないお前の腹を見てがっかりするのはもう疲れたんだ。俺に怒るなよ。でも浮気したのはあんたでしょ。責任転嫁するな。俺はしたくてしたわけじゃない。母さんが紹介してきたんだよ。お母さんのせいだって？そうだよ。え？母さんが俺に綾乃と結婚した方がいいって言ったんだろ。若くて元気な女だったらすぐに孫の顔を見せてくれると思ったの。もうすでに一人産んでるから、ひろこさんと違って不妊じゃないことは分かってるし。実は2人に言っていなかったことがあるんです。どうせ大したことじゃないんでしょ。私妊娠してます。え？本当か？今11週目よ。なんで言わなかったのよ。2人とも、とても期待しているので安定期に入るまで言わないでおこうと思ってたんです。そんなの気にしないからよかったのに。綾乃さんにタケルが結婚したことないって嘘つく必要もなかったわ。彼女のことも騙してたんですね。孫の顔を見るためには仕方ないの。じゃあもう綾乃と結婚しなくてもいいんじゃないのか。そうね、若いってだけでピーピーわめくわがままな女って感じもしてたし、ひろこさんの方がいいわ。綾乃さんに対してひどい言いようですね。お母さんが選んだ相手でしょ。子供を産める体だからいいかと思ったけど、連れ子のことを大事にしたいとか言うのが難点だったの。一人で子供を育ててるの
偉いって思ってそうで、年下のくせに上からの態度なのが気に食わなかった。それなのに結婚しようとしてるなんて変な人たち。出産できるのが正義なの。ピチピチの体っていいだろ。変態で気持ち悪い。でもひろこさんが身ごもっているならそれでいいわ。あやのとは別れるよ。これからも俺たち仲良くしような。結構です。浮気したことを怒ってるのか。俺のせいじゃないんだし、過去のことは水に流せよ。現在進行形であんたのせいだけど。母さんが悪いし、これからは一生会わないようにしてもいい。何言ってるの。母さんが諸悪の根源だろ。俺に女なんて紹介しやがって。タケルだって鼻の下伸ばしてたじゃない。二人とも私の前から消えてちょうだい。そんな怒るなよ。俺はお前の愛しのダーリンだろ。気持ち悪くて吐きそう。なんだと。私を殺そうとした人を愛せるわけないでしょ。何言ってんだよ。被害妄想が過ぎる。タケルにもらった缶コーヒー飲んだよ。すごくまずかった。何を入れたわけ。俺は買ったものを渡しただけだ。言い訳はいらない。本当だって腐ってたんだろ。缶の蓋に穴を開けた跡があったのは偶然だ。不良品だったんだよ。さっき警察に缶を全部渡して調べてもらってるところだから、すぐに結果が出ると思うよ。自首するなら今のうちにどうぞ。俺はそそろかされただけだ。ゴキジェットを入れろって言ったのも母さんだよ。私だけのせいにしないで。慰謝料払いたくないって言ったのはタケルじゃない。今すぐあんたたちの顔面にゴキジェットを噴射してあげようか。それともその部屋にバルサンを10個ぐらい入れてあげてもいいけど。私たちは虫じゃないのよ。あんたらゴミ虫ですよ。むしろ煙で綺麗になるんじゃないですか。死んじゃうわ。私を殺そうとしていたのに自分は無事でいたいと思うなんて虫が良すぎる。さっきから虫って連呼しすぎだ。とにかくあんたたちはこのまま警察に連れて行ってもらうから。それと離婚して浮気の慰謝料や養育費も請求するよ。そんなの払えねえ。貯金から全部絞り出して。あ、なんだよ。まだ何かあるの。綾乃さんが騙しやがってこのゴミクソ親子、慰謝料請求してやるって騒いでるよ。式の費用も出してもう金はないっては。扉叩いてるのは誰。もしかして綾乃さん。さっき二人が悪口を言ってたのを教えたからですね。鬼の形相で殴ってます。怖っ。俺は何も言ってないぞ。養育費も二人分払わなくちゃいけないから辛いわよね。おい、二人ってどういうことだよ。綾乃さんも妊娠してるんだって。もちろんタケルの子よ。やだ、俺は知らない。父親じゃないんだ。一気に孫が二人もできるなんて嬉しいわ。現実逃避してんじゃねえよ。このままだったら金だけなくなって子供の顔なんて一生見れないって。何と言われても警察にあんたらゴミは突き出すし、子供も合わせな。俺はキロコに何もしてない。許してくれ。さっきゴキジェット入れたって白状したじゃない。もうスクショしたから消しても無駄よ。サイレンの音が聞こえてきた。こんな最後は嫌だ。後日だ。タケルとギブは来てくれたパトカーに乗せられ式場を後にしました。その後殺人未遂で逮捕され、タケルは7年、ギブは6年塀の中にいることになっています。またタケルは私と綾乃さんに浮気の慰謝料を貯金から払うことに、足りない分と養育費は出所してから働いて払ってもらうことになりました。7年後ならまだ身体的に働くことはできるし、頑張ってもらいたいものです。前科があるため出職は難しそうですが、それに義母は出所するときにはもしかしたら生活するのも年齢的に辛いかもしれないので、介護しなくてはいけなくなるかもしれませんね。タケルと義母は今後幸せになることはないでしょう。一方私はあれから子供を無事出産することができ、両親と一緒に育てています。タケルたちのようなクズ人間にならないように立派な大人に成長することを願っています。